俺に命令するな。シーザーを捕らえることに成功した一味は、海賊同盟を結んだ牢の策に従い、ドフラミンゴが治めているという王国ドレスローザへ向かっていた。その戦場で牢はデンデン虫を使ってドフラミンゴに取引を持ちかける。シーザーを返還する代わりにドフラミンゴは七部会の座を降りる。それが牢の示した条件だった。牢の狙いはドフラミンゴが持つ人造悪魔の実スマイルの製造工場を破壊し、その実を大量に買い込んでいる四皇カイドウの戦力拡大を阻止すること。そのためにシーザーを利用してドフラミンゴを引きずり出し、その間にドレスローザのどこかにある工場を見つけて破壊するというのがローの示した作戦だった。そしてドフラミンゴとの交渉から一夜明け、取引の成否が明らかとなる。長官が来たか。乗ってればよし、乗ってなければ。ドン・キホーテ・ドフラミンゴ七部会脱退、ドレスローザの王位を放棄。本当に、王位、王様だったんですか。こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ。奴にはこうするしか方法はない。へえ、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ。七部会トラファルガーロー、麦わらの一味と異例の同盟、ローに対する政府の審判は不明ですって。ドフラミンゴに集中しろ。作戦を進める。ガチャ。俺だ。七部会をやめたぞ。もしもし、俺はモンキー D ルフィ、海賊王になる男だ。麦わらのルフィ俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるものを俺は今持っている。何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しい。成長したお前と一杯くらい。船はドレスローザにつける。目的を見失うんじゃねえぞ。着いたぞ、ドレスローザフラミンゴはこっちで引きつける。引き渡しの時間までにスマイル工場の情報を集めろ。分かった。工場を見つけて潰せばいいんだな。じゃあドフラミンゴの手下から情報を聞き出してみるか。おい、スマイル工場はどこだ。調べて。あっ、それこそはついてねえよ。他は当たるか。ラジオだ。貴様らは麦わらの一味、フラミンゴ様に手出しはさせねえぞ。俺たちはシーザーの引き渡し場所に向かうぞ。ラジオだ。何
スマイル工場について教えろ。工場？そんな街中にはねえよ。これは船番だ。フラミンゴが来るんだな。あんまり気が進まないけど。スマイル工場はどこにある？よくは知らねえが、秘密の工場が地下にあるらしい。麦わらの一味とローダー、あいつらを倒せばボーナスが出るらしいか。インジェクション、ラジオだ。さっさと倒せ。地下にある工場ってのはどっから入るんだ？確かおもちゃの家から地下工場に行けるって話だ。工場の、そこが入り口かもしれねえな。余計なことをしゃべんじゃねえよ。さっきまでの下っ端どもより強そうだな。ラジオダイブ、ラジオダイブ、いいぜ、お前も戦え。俺は大事な人質じゃねえのかよ。俺は何も変わらねえな。もっともねえ。時間か。ま、手がかりはつかめたな。海軍がいるじゃねえか。この賞金首だぞ。つかまっちまう。嫌なのか。ラジオダイブ。やつら。ピストライド。しかたねえ、倒しておくか。これで終わりだ。ロゴムノオール、ショック。間に合うから引き返せ。引き渡される身にもなれ、バカめ。ここまで来てガタガタ騒ぐな。シーザン、てめえもしっかり戦うんだ。てめえで全部やればいいじゃねえか。この天才科学者をこき使うとはろくな死に方しねえぞ。俺の能力使うほどに体力を消耗する。帰り道こそ本領を出さなきゃならない。わかるか。少しでも力を温存しておくんだ。相手はドフラミンゴだぞ。ようのやつ、本気でジョーカーと戦う覚悟か。
渡しの場所だ。プル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 、ガチャ。おいロー、こちらサンジ。クロアシアか。工場は見つかったか。それどころじゃねえ。よく聞け。すぐにそこを離れるんだ。何言ってやがる。これからシーザー引き渡した。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。シーザーを返しても何の取引も成立しやしねえんだ。俺たちは完全にはめられた。その島から早く逃げろ。急げ。バカ、手遅れだ。ジョーカー、俺たちを騙すためだけに世界中を欺いたってのか。そんなバカなことをするはずがないという固定観念が人間の盲点を生む。たとえ七部会であろうと、そんな権限があるはずがねえ。もしできるやつがいるとするなら天竜人くらいのもんだ。お前まさか。もっと根深い話さ、ロウ。とにかくお前を殺したかった。お前か。新たに海軍大将に特任されたフジトラ。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。こらどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。不器用な男だおめえは。では称号剥奪で。冗談じゃねえぞ。おい、水の教育はどうなってんだ野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうもほんの腕試しで。シャンプルズ、シーザーを連れて逃げろ。インジェクションスタンド。ラジオナイト、インジェクター。いいぞ、あんた妙な真似したら心臓を握りつぶしちゃうからね。よっ、楽にしで終わりだ。この者をレザーエッグ、サンダーリードショック。本当だ、シーザーは俺の部下。心臓を無断回復するんだった。地獄界に協力せんのは海軍としての数字。やってみましょう。
引き返せぬ。さあ誰か踏み止めるぞ。抜けて勝手に行け。俺はドフラミンゴを裏切れ。
フラミンゴ様が話したいってよ、おら。そんなところにいていいのか、麦わら。お前の欲しがるものがコロシアムにあるってのによ。ミンゴ、俺の欲しがるものってなんだよ。まあ聞けよ。飛びつかないはずがねえ。お前の兄の能力、メラメラの実だ。エースのメラメラの実。危険のエースの死後、人知れずこの世界に復活したメラメラの実を俺は手に入れたのさ。欲しいだろう、麦わら。兄貴の形見みてえな代物だ。欲しけりゃ取りに来い。俺欲しい、メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれんのは嫌だ。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん、ありがとうフランキー。行ってくる。ラジオだ。いいんだ。メラの実、絶対手に入れてやる。麦わら屋を誘いての罠だ。あの実を敵に食われたらまずい。ラジオダイブ、インジェクションショット。ラジオダイブ、インジェクションショット。タイムだ。メラメラの実が欲してりゃ奪い合え。ラジオダイ、エースの能力を渡さねえ。ぶっ飛ばしてやる。ラジオダイ、インジェクション。ラジオダイ、敵の駒は分散したみたいだ。これで片付きそう。ラジオダイブ、インジェクション。楽にしてる。あらら、派手にやってるじゃないの。あ、お前、俺たちを捕まえに来たのか。いや、この男はもう海軍を辞めているはずだ。なぜここに。ここにある工場を潰しに来たんだが、どうやらお前たちも同じみてえだな。なんだ、そうなのか。じゃあ味方じゃねえか。青木じ、何を考えている。俺たちの邪魔をするつもりなら。おお、こりゃ懐かしい顔に合うもんだね。まさかその子らに加勢するつもりかい。こいつらはなんだ。まあいい、古巣の連中と戦いたくねえんだ。ここは退いてくれねえか。この状況じゃそういうわけにもいかんでしょう。
わしも上の指示で来てるんでね。そうかい。じゃあ仕方ねえな。やるか。ラジオ台。海軍が出張ってきてる間は、ドフラミンゴも派手な真似はできねえだろ。こっちに地下通路がある。そこから工場を奇襲しなさいよ。久しぶりだな、麦わら。プル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 、ガチャ。そこにいるのか、麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな、ゼハハハハ。メラメラの実は、うちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。昔本人には断られちまったからな。エースの能力はお前らにだけは絶対に渡さねえ。取れるもんなら取ってみな。ウィーハッ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 。延長命令だ。メラメラの人は俺がいただくぜ。工場はお前らに任せた。俺は敵を引きつけておいてやるよ。からも言われてるからね。誰が相手でも負けねえ。これで終わりだ。この者をミルフルウールグローアップ突撃ショック準備が必要だ。敵をしばらく近づけるな。お前らは甘く見てたよ。近づく敵は残らず蹴る。もう壊したぜ。もう誰も引き返せぬ。ラジオダイス。ドフラミンゴの動きは気になるな。周りに気をつけろよ。よし、偵察に行ってくるぜ。ちょっと、
の機会にしてくれよ。刻まれてる。くそ、どこ行った？久しぶりじゃねえか、麦わら。海軍を追っ払うとはやるじゃねえか。お前、黒ひげ。てめえの力、2年前の日じゃねえな。覇気も段違いだ。この2年、どこで何してたんだ。うるせえ。チャンピオンのやつはどこ行ったんだ。エースのメラメラの実を返せよ。ありゃ俺がドフラミンゴからもらったもんだ。てめえにやる義理はねえ。ドフラミンゴか。どういうことだ。てめえらと同じ同盟だ。四皇と七部会が手を組んじゃおかしいか。ゼハハハハ。麦わら、てめえは住んでのところでいっつも生き延びてきた。だが今日という今日はそうはいかねえぜ。麦わらの一味はここで潰す。黒ひげ、お前もミンゴもまとめてぶっ飛ばしてやる。楽にしてやる。工場に手は出させねえよ。ラジオだ。レノが来てるじゃねえか。ラジオだ。成長。メラメラの実は手に入れてやるぜ。あいつ、あんなところに。絶対に逃がさねえぞ。ライズを撤退したのか。俺たちはどうする。海兵どもはもう用済みだが、あいつらは少し知りすぎた。口を塞いでおかねえとな。ラジオだ。やめろ。体が勝手に。おっかねえ野郎。久しぶりだな、ルフィ。革命軍のナンバーツーの登場か。楽しくなってきやがった。あの野郎、メラメラの実を。落ち着けよ。
お前らが工場を守ってくれる約束だろう。うちの兵力ってやつを見せてやろうか。決して折れない。歯車を壊した。もう誰も引き返せぬ。楽にしてやる。うっ、ラジオだ。いいのは口だけだ。さすがに強え。俺には勝てねえ。もう想像以上に手ごわいだ。簡単に勝たせちゃもらえねえらしい。これで終わりだ。アイスブロック武装剣ユーショック。革命軍として、いや兄としてお前を見過ごすわけにはいかない。そこまでだ。もうやめとこう。てめえらと戦うには時期が早いようだ。分が悪いな。革命軍のナンバー2がいるなんて話が違うじゃねえか、ドフラミンゴの野郎。黒ひげは引いたか。これで残るはドフラミンゴだけだ。やっぱサボは強えな。おい、お前と麦わら屋はどんな関係なんだ。ルフィは俺の弟だ。よろしくな。弟だと？革命軍のナンバー2と麦わら屋が兄弟？サボもエースも俺の兄ちゃんだ。子供の頃に3人で修行してて、最初に海に出たのがサボなんだ。ずっと死んだと思ってたのに生きてたんだな。サボと一緒に戦えるなんて嘘みてえだよ。立場や目的は違えど、目の前の敵は同じだ。さあドフラミンゴを倒しに行くぞ。邪魔者は消えたな。工場を破壊する気なら急げ。俺たちにスーパー任せろ。工場が消されたんじゃ、この国にはもう用がねえ。誰一人生かしちゃおかねえよ。この場に残っているものは全て消してやる。無差別攻撃か。止めるぞルフィ。ドフラミンゴをぶっ壊せ。待ってろ、リンゴ！ドフラミンゴ様！
誰一人生かしちゃおかねえよ。もう誰も引き返せぬ。いつ自分の手下まで操ってんのか。操り人形はいくらでもいるぞ。おとなしく消されろ。俺の邪魔はさせねえ。消えろ。倒せる。どうぞ。そろそろ終わりにしてやる。返せる。そこまで。ラジオダイス。いいね。組やれ。あ、離せろ。ようやく追い詰めたぞ、ジョーカー。おいおい、この程度で俺を倒すつもりか。うるさいと。ドラオ、しまった。仲間を盾にされちゃ手も足も出ないか。いわれ。惜しかったな。だがそろそろ死ね。
とうとう年貢の納め時だな、あんちゃん。いけるか、ルフィ。これで終わりだ、ジョーカー！やってくれるじゃねえか。まあいい、勝ちはお前らに譲ってやる。ミンゴ待て！クジトラ。四皇黒ひげと同盟を結んだドフラミンゴは今や海軍の標的。手出し無用に寝げやす。こいつらが俺の仲間なんだ。こいつは、いや悪い、俺はそろそろ行かなくちゃならねえ。え、もう行っちまうのかよ。俺にはやり残してることがある。何、またすぐにどこかで会えるさ。お前らルフィはいいやつだろ。昔と全然変わらねえ。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。サボ！サボ！まただ！サボ！サボ！あいつ、いい仲間を見つけたな。お前もそう思うだろう、エース。麦わらや、俺の目的は果たした。同盟は終わりだ。カイドウってやつをぶっ飛ばしに行くぞ。お前には借りもできたし、麦わら屋、いいだろ、もう少しだけ付き合ってやる。
大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。待ってるぞルフィ。